やっほー。今日は事前に皆さんからインスタグラムで質問を募集しました。何についてかというと、サロンモデルについて。サロンモデルって何ですかとか、まあ実際にいろんな疑問があると思うんですけど、そういうのに答えていこうと思いまして、今動画を撮っております。でこれ、ここにみんなからもらった質問を書いてます。ちょっと撮ってるからこっちにメモしました。これを読みながら答えていきたいと思います。ピュン。まずそもそもサロンモデルって何ですかっていう質問あったので答えていこうと思います。でちょっと今も私椅子に座ってちょっとダラダラしながらなんですけど、結構今日緩めに行こうと思ってます。このぞっこん水飲みながら、いつものぞっこん水を飲みながらね。あー美味しい。よっしゃ行こうか。サロンモデルっていうのは、みんなが美容室に行こうって思った時に見るのって、多分ヘアカタログとか、あとはまあインスタグラムで可愛い女の子の髪型を見たりとかして、これ真似したいとかだと思うんですけど、そうやって見られる、みんながやりたいスタイルを、なんて言ったんやな、を見つけれるために、そういうこういう髪型がありますよっていうのを、モデルとして発信してる人。まあ、基本的に美容師さんがインスタグラム載してる可愛い女の子たちのことはサロンモデルと思っていいです。それってどうやってなれますかっていう質問なんですけど、私の場合はインスタグラムを始めて、でインスタグラムのダイレクトメッセージで、サロンモデル撮影していただけませんかっていう依頼をいただきました。で行ったんですけど、街で歩いとって、お姉さんちょっとよろしいですかみたいな感じで、ナンパじゃないんだけど、すいません、どこどこっていう美容室の何々というものなんですけど、今モデルさん募集してまして、撮影のモデルをやっていただきたいんですけどっていう風にお声掛けをいただくこともあります。それが主に行われる場所っていうのが、まあ、東京だったら表参道っていう道だったり、原宿っていう場所だったり、まあ、大阪だったら京橋とか梅田とか、多分その辺なんかな。で京都やったら祇園市場とか、なんかそういう河原町とか、そっちの、とりあえず都会の方で多分やられることが多いです。でもそうやって声かけられへんかったらできひんわけじゃなくて、そういうインスタグラムとかそういうものでやっぱり呼んでもらえたりとかするので、インスタグラムにちゃんと自分の顔と髪型載せてたらいいと思います。でインスタグラムを見て、例えばハッシュタグでショート、ハッシュタグボブ、ロングとか、自分の髪の毛の長さのハッシュタグをつけると、ボブで可愛い子いないかなって、こうインスタグラムをね、こうやってインスタグラムだとして、インスタグラムをこうやって探してる時にボブの長さの可愛い子を見つけることができるんですよ。そしたら美容師さんが、あ、モデルお願いしようかなってなると思うので、もしやりたいんだったら、まあ、インスタグラム活用するんであれば、ボブとかショートとか、なんかそういう長さのハッシュタグをつけるといいと思います。あとはハッシュタグサロンモデルと、撮影依頼募集中と、被写体しますサロンモとか、サロンモデルとか、そういうハッシュタグをこういっぱいつけると見つけてもらいやすくなるのかなっていうふうに思います。事務所に入らないとできませんか？事務所に入ってないとできないってことはまずないです。普通に私も一般人でインスタグラムをやってたらお声掛けをいただいたので、それでやることになったので、全然事務所に入ってないとできませんとかじゃないので、中学生からやってる子もいれば、高校生の途中でやり始めた子もいればって感じなので、全然そんなにこう事務所に入らないとできないようなものでもないし、何か資格がないとダメですかっていう人もいたんですけど、全然サロンモデルの資格とかないので、もうただただ美容師さんがお願いしたいって思えたらそれでできることだと思います。であとは、この美容師さんからお願いされる以外にやり方があるんですかっていう質問もあったんですけど、例えば、サロンモデル募集中っていう風にハッシュタグで調べたりとかすると、サロンモデルを逆に探してる美容師さんがいたりするんですよ。なのでそういう人に、サロンモデルやりたいんですけど募集してますかって DM を入れたりとか、そういう風にするとサロンモデルを自分からこうやりたいですっていう風に発信できると思います。ちょっと待ってね。
サロモってどのくらいの頻度でカットとかカラーとかするんですか？これに関してなんですけど、それは自分で決めれます。雑誌で、ブラウンのカラーの子だけの特集なので、髪色はブラウンにしないといけません、なのでカラーさせていただけますか、とかっていう風にこう依頼されたりとか。なので必要がなければやらないでいいと思います。逆に自分がカットしたくなければ、あ、すいません、ちょっと今カットできないのでっていう風にお断りすることもできますし、カラーをしまくってもすごい傷んでて嫌だっていう人もいたら、すいません、ちょっと髪が傷んでるので、カラーが必要ならその撮影はご遠慮させていただきますっていう風にお断りすることもできるので、全然髪型とか髪色とかは自分でもう自分の好きにできます。髪の毛切りすぎてハゲませんか、みたいなめっちゃ聞かれるんですけど、友達とかにも。サロンモデルっていうのは基本的に髪をカットしたりカラーしたりはしなくていいんですよ。基本的に髪の毛を切ってもらう撮影っていうのは事前に確認があったりとかするので、毎回毎回切るわけじゃなくて、毎回毎回スタイリングをして撮る。スタイリングっていうのはそのコテで巻いたりとか、オイルつけたりとか、髪の毛の髪型のなんだろうな、アレンジとかをして撮影するってだけなので、毎回毎回髪は切らないですこれめっちゃ質問もらったから言っとくべきだと思いました。一番気になるところだと思うんですけど、これサロンモデルの収入ってっていう話なんですね。サロンモデルの収入っていうのは一言で言うと人によって違います。サロンによって違います。だから大体は、相場というか大体なんですけど、サロンモデルするとき最初って撮影代が3000円ぐらいが、基本的な感じかな。で、撮影って言ってもこう美容室に行って髪の毛を巻いてもらったりメイクをしてもらったりして、で実際撮影をして帰るっていうまでが大体1時間半から2時間ぐらい、長くて3時間とかかな、でも3時間だとちょっと長いかもしれない、2時間ぐらいが目安でタイムスケジュールを組んだりするんですけど、その1個のサロンでの撮影代が3000円とか5000円とかなんですけど、大体の美容室が最初3000円でやってるんですね。で、そこからサロンモデルの子が自分で料金を設定したりします。例えば5000円でお願いしたいですとかっていう値段交渉とかをするので、その人によっても違いますし、5000円だったらちょっと難しいですっていう、会社もあったりするので、本当に人それぞれで、実際サロモってサロモだけで食べていけたりしてる子も結構いるんですよ。例えば、5000円に設定してるとして、月に50件撮影しますってなったら、50件かける5000で25万、25万円サロンモデルだけで稼いでる子ももちろんいます。そういう風に、人それぞれお給料というか収入とか、違うので一概にこれとは言えないんですけども、サロンモデルは大体そんな感じです。でも美容室によっては撮影代を出さない美容室とかもあったりするし、施術をする代わりに撮影させてくださいっていう、こっちのギブアンドテイクというか、そういう風にしているところもあるので、本当に無償のところもあれば謝礼いただけるところもあるし、だからもう本当にそういう収入に関しては人それぞれです。メイクや衣装は自前ですか？例えばその日にモデルちゃんが美容室行きました、で可愛い服を着てたら多分美容師さんは使いたいって思うと思うんですね。なので私服を普通に使う時もあるし、基本的には美容師さんが衣装を用意してくれてます。それも本当にそれぞれですね。ちょっと飲みます。で、カットカラーなどのお金はかかるんですか？これについて、だいたいサロンモデルをやってると美容師さんが無償でやってくださったりするんですね。でもそれは美容師さんにもよるし美容室にもよる。あ、くしゃみが出そう。カット最悪。多分基本的にサロンモデルはかからないと思います。多分ね、私の界隈では、東京ではそうかな。怪しいって思ったりしますか？これに関しても私は一番初めにサロンモデルをやった時は、サロンモデルってみんなが言うようにその道端でスカウトされるもんなんだって思ってたから、そのインスタグラムでまさか来ると思ってなかったよ。で、例えば私200人ぐらいフォロワーの時に
あの美容師さんから声かけてもらったから、え、なんか、え、なんか怖みたいな、最初はめっちゃ思って怖って思ってんけど、なんか実際はもう今はインスタグラムでスカウトをする時代だと思うので怪しいなとか思うことはあんまないんですけど、例えば美容師さんが自分の名前を名乗ってなかったり、どこの美容室ですっていうことをちゃんと言ってくれなかったりしたら、怪しいっていうかちょっと怖いなって思っちゃったりはするので、まあなんかそれもそれぞれかなって思います。まあ、あと一回あったのは、なんか撮影とか一回も行ってないし、なんかお願いしたいですって言われてた段階なのに、なんか電話させてもらえませんかって言われた時は、ん？ちょっと変？って思ったので、ちょっとお断りさせていただいたんですけど、怪しいと思ったら行かなくていいです。絶対に。絶対行かなくていいです。危ないので。美容師との恋愛とかあるんですかみたいな。それはやっぱり人間だから、全然美容師とモデルだからってないとか、全くそんなないと思います。なんか私の知り合いとかも美容師さんと付き合ったり、まあ、知ってる人だと結婚とかしてる人もいたりとか、全然そこは出会いの場がその美容室と美容師とサロンモデルだったからだけで、うん、全然そういうのはあると思います。他のモデルから敵視されたりしますか？これなんか、いや全然ないです。もうモデルみんな仲いいし、なんかあの子何なのとかも全然ないし、みんな仲良くなります。なんかこう毎回撮影かぶってた子とかがちょっと喋ってみて仲良くなって、そこから遊んだりとかするようになったりとか、これも人間だものって感じですね。人間それぞれこうやっぱり人見知りな子もいればガツガツ一個もいるので、全然そういうのは敵視とかは全然ないし、うん、みんな仲良しです。はい、そんな感じでした。もう今全部質問を見ました。ここに書いた質問だって。よし、はい、お疲れ様でした。まあ今回はこのような感じで終わろうと思います。はい、ではちょっとでも面白かったりしたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。またなんかサロンもあるあるとか、サロモちゃんに募集とかしたい聞いたのでやっていこうかなとも思うんですけど、まあ、ちょっとでもみんなが気になってた内容を私が答えれたらなって思ったのをやらせていただきました。はい、ということで、まあ、SNS もやってるのでぜひ見てください。では次の動画でお会いしましょう。いそまた愛でした。